フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ベガルタ仙台対ヴァンフォーレ甲府、解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ北澤さん、今日の見どころをお話しください。そうですね、技術面もそうですけど、どこが勝負どころになってくるのか、そういったところを見ていきたいですよね。そしてディフェンスラインの崩し方、切り込み方などにも注意してみたいですよね。そうですね、仙台としては特に相手のディフェンスラインをどう崩していくかというものですよね。なるほど、分かりました。さあ両選手がピッチへ姿を現しました。キックオフまであと少しです。キックオフです。スタートです。では立ち上がり見てまいります。再び千葉、関口中盤担当、ちょっと合いません。クロスは真ん中へ入ってきましたが、ここでは合わせられません。石原、追っていく、硬い、これは長すぎました。これは通りませんでした。縦、ここから千葉、シュート、これまずい。前に送る、高い守りです。長すぎました。左、藤田、右サイドからファールに合います。フリーキックになります。シュート、キーパーゴー、バンボールアウェーで先行しました。文句なし、スタジアム中が大歓声で揺れています。でもポストに跳ね返ってましたから、キーパー取れませんよ。一瞬体勢が乱れたようにも見えたんですが、うまくバランスを取り直して決めています。さあ画面にはリプレイが出ています。あ、北澤さん、しかしこの先制弾いかがでしょうか。甲府としてはこれでさらに波に乗りますよね。さあいずれにしても、さあベガルタ先に点を許していますが、北澤さんどうでしょう。そうですね、はい、まだ選手に返そうという気持ちはね、十分にありますよ。いずれにせよここからですよ。右へ出す、ヴァンフォーレ今のところ1点リード。
しかしよくボールも回せていますね。やはりそのあたりがですね、今日の得点に結びついていると思いますよ。そういった基本的なところをしっかり意識してプレーしてますよね。レガル、さあここまで押し上げてきました。なかなか前線で攻めあぐねている様子が目立ってきているようですが、そうですね、パスの精度もありますけど、もう少しバリエーション変えてもいいでしょうね。戻す、柔らかい、よく守ります。レガル、今一つ思うように攻めきれていません。シュートを狙いましたが、今の判断はいかがでしょうか。そうですね、やっぱり先ほどのように時間かけられてしまいますとね、しっかりとディフェンスが戻ってしまいますからね。この大きなパスは、さあ追加点のチャンス、これから前を見、おっとここで前半終了のホイッスル。北澤さん、はい、ヴァンフォール先制して折り返しました。この結果どうご覧になりますか。いいペースで試合の運びができましたよね。守りも悪くないですしね、甲府としては狙い通りのサッカーをしていると思いますよ。なるほど、それではここまでの動きを振り返ります。前半16分、中島、得点にはなりませんでしたが、惜しいシュート蹴り込んでいます。まあ外れてしまいましたけど、直前のパスも非常に良かったので、惜しいプレーだったと思いますけどもね、もう少しですよね。それから何といっても前半27分、森田、先制点となるシュートを放ちました。そうですね、シュートもそうですけど、確かポストに当たっていましたよね。まあわずかな差ではありましたけども、流れとして打った側に一歩があったということでしょうね。甲府としては先制点は入って気持ちの余裕もできましたし、こっからいいプレーが見られると思いますよ。後半どういう試合展開になりますでしょうか。前半が終わったところで1対0、ヴァンフォーレ1点リードで折り返します。現在画面ではハイライトをご覧いただいています。この後も引き続き試合をお楽しみください。後半スタートです。北澤さん、はい、ヴァンフォール、ここからはどういうところに注意しなくてはなりませんか。そうですね、前半はね、低いところでのボール回しが目立ってましたから、やはり上げていく必要性があるのかなと思いますけどもね。これはクリアです。これは通りませんでした。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。少しずつ上がってきました。中央上がっていきます。チェックに行く、早く押し込みたい。レガル、ここはクリアされます。リターンから斉藤、バックパス、前へゆっくり送ろうという場面です。さあ前で味方が待っています。ボールに向かってきますよ。さあ跳ね返した、追っていく、ボールを奪い、渡ります。さあボールが抜ける、シュート、しのいだ、ナイス。頭で競り合います。大事なところ、しかしクリアです。距離が甘い、頭で、時計は後半の30分を過ぎています。渡ります。さあ上げてきた、守りが固い。ああいう局面でも落ち着いていますね。森田、ヴァンフォーレ現在1点差をつけています。この時間帯から急に相手を中盤で封じてきていますか。パスもよくつながってますよね。強い、待っていました。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。真ん中から上がっていこうというところ、
大西奪われ、下げて、ここは上が鳴りました。1対0ヴァンフォーレ1点差で勝利、逃げ切りました。北澤さん、前半1点が入りそのまま終わった結果となってしまいました。いかがですか。そうですね、前半の1点が大きいものとなりましたよね。抱負としてはなんとかうまく逃げ切ったという感じなんでしょうね。そうですね。それでは今日の試合を振り返ってみたいんですが、後半23分、関口非常にいい形でシュートを放っていました。そうなんですよね、ゴールには至らなかったんですけど、キーパーの今日の活躍も目覚ましいんですよね。ファインセーブ連発してましたからね。そして先ほど画面に出ていましたが、前半27分、森田、あの局面で先制点を決めています。ええ、シュートした選手なんですけど、ポストに当たってましたからね、キーパー反応できないですよね。さあ、さらに試合終了後のデータですが、ヴァンフォーレ、これボールポゼッションでは相手の方が上回っているんですね。はい、今日はそんな内容でしたよね。でもまあそんなに意識しなくてもいいと思いますけどね。ご覧いただいてまいりましたように、本日の試合は1対0ヴァンフォーレ勝利をものにしました。解説は北澤剛史、どうもありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラがお伝えしてまいりました。それでは画面のハイライトシーンを見ながらのお別れとなります。皆さんまたお会いしましょう。